はい、今日はこのもうとっておきの、ね車をですね、紹介しようと思うんですけれども、まあ、いつもと違って、場所も変更したいですし、ちょっとね2人体制ではこの忙しくてどう取れませんので、じゃあ単独でやるならやれるようにですね工夫を凝らしてみたいと思いまして、ちょっといつもとは違うワインディングでこの車の楽しさを紹介しようと思います。それでは、この後、お楽しみにしてください。これいいんですよ、こういうところがね、ちょっとこのただの過食じゃなくてね、このメタル調でね、なかなか面白い車です。じゃあ、これこの後走行動画お楽しみ。さあ、このレガシーのツーリングワゴン、ちょっとね違うシチュエーションでね、試してみたいということで、ちょっとウェットです。この車今走行距離は72,000km、5速 AT、信頼性の高い5速 AT を EJ25 エンジンと組み合わせてます。スシャープでいきたいと思います、最初からね。じゃあスタートします。トルクがこうグッと出てくる感じは、この EJ25 のこのグローバルエンジンのね、ハイパーグローバルエンジンならではのね、この楽しさですね、これ。でもうまさにね、この大船に乗った気持ちになりますね、この車は。大船に乗った気持ちです。安定感があってモリモリっと力が出てきますね。いい感じですよ。こういう車がね、今もねこういう風に残ってますからね、楽しいです。ずーっとこれ登っていきます。ワインディングをねずーっと登った後は長い、下りになります。でその後ワインディングがねギューンと続くんですけれども、まあその続くワインディングがね、まあ、ヘアピンカーブでして、そういうちょっとね、過酷なね、場所ではあるんですけども、そこをね気持ちよく流していきたいと思います。まあ、この車ならではのね味というものをね、そこでね、紹介できたらなと思うんですけども、最後のレガシーですよね。
に低反発クッションとかそういうの使ってないんですね。だからこの本当にソファーみたいな感じのシートです。でソファーみたいな感じのシートなんですけども、じゃあそれがそのふわふわしてるかというとそうではないので、結構ですねこれ長距離もいけるシートですね。この次の年度改良で出てきた 2.0 の DIT GTDIT ですね、あれのシートはもうロングランで試したことがあるので、その普通の人たちは乗らないような距離を、試しまして、ね、あのシートの良さはよく分かってるんですけども、やっぱりレガシーのシートは、歴代のレガシーのシートはいいですよね。工事の信号で今止まりましたけども、岐阜県の領域に入ったんで音が出てますね。ちょっと音消します、うん、ね、まだ
十分取りますので、この後こう下っていくわけですけども、今やっぱりここの辺りはですね、リニアモーターカーの、工事の関係で橋とかですね、道路の強度を上げてます。でここも傷んだ橋を直して、いますというふうに書いてありますけども、かなりね、舗装だけじゃなくって、橋桁とかね、そういうところをこう直すわけですね、そういう作業を粛々とね、進めてますけども、さあ はね、いい味持ってますよ、ね、アメリカで大成功して日本ではね、4代目ほどの評価されてないんですけども、悪くないですよ、まあ、ある意味で本当にね、もっと車になるっていうそのキャッチフレーズで生まれたのが実はレガシーなんですよね。でもっと車になる、確かにもっと車になって、良い車になったんですけど、いかんせん小さかった、ね、ですから、せっかくいい資質を持ってるにもかかわらず、グローバルでの評価はいまいち低かったんですけども、まあそういうことを払拭しましたよね、この車でね。まあそれ以降でのね、それ以降におけるアメリカでのね、躍進というのはすごいものがありましてね、どんどん増え続けてますね。全米でね、もう一頃 のスノーベルトでは強いけれども、サンベルトでは全然相手にされないというような車じゃなくなりましてね、3億人いますからね、アメリカは、そこの国土で売り上げをどんどん増やしているわけですから、まあスバルにとってもね、重要な市場であることは間違いなくて、そこで、こいつでね、くさびを打ったっていう感じですよね。まあ、今日はちょっといつもと違うところを走らせてますし、道路の工事でこうやって止まらなきゃいけないところがありますので、ここまたそこすぐ前で今、工事の車が、工事の仮設信号がね、赤信号になったんで、ちょっと今車が並んじゃってますけれども、はい、ここから無用なので S シャープからインテリジェントモードにね、切り替えます、インテリジェントモードに切り替えて、まあのんびりね降りていくと。車、パワーがある車楽しいですね、パワーがある車楽しいですね。そのもちろん不必要なパワーはいらないんですけども、欲しい加速がちゃんと得られて、グッと手応えがあるね、加速がこうできる車っていうのはやっぱりいいですね。さあ動き始めました。
ルカの工事から出た土砂をね、こう一箇所に集めて埋めるっていうやつが今何かとね、問題になってますよね。で僕なんか、いや埋めるなら上手に埋めれば新しい土地ができちゃうからいいじゃんなんて、この間もあの市の、あの親戚がねここの南木曽にいらっしゃいますのでね、で祖父はこの南木曽の出身ですから話してたら、今そういう仕事やってるっていう、ね、方と新田さんとおっしゃるんですけど、お話しする機会があって、いやもうそれがあのただね、積んで土地ができればいいんだけど、そうじゃないところなんで土砂崩れが起きるとえらいことだ、まあ、静岡でもねそんな話が出てましたけど、だからその土砂崩れが起きるから起きないようにするのが大事で、そういう話してるのでね、話でしたけど、まあ、実はこの下には鉱山があって、ケイ素のね、原料を作ってたんで、でそこがその有力でこのホテルを作ったんですけども、まあやっていけなくなって、これも問題、一番失敗したのはビール工場を併設したからですね。当時あの地ビールってやつが流行ってて、江なしでも地ビールやってうまくいかなくなっちゃったのが白石館ですし、ここも地ビールも作ったっていうのがやっぱりまずかったんでしょうけど、施設はいいので、今あのどこだっけ、大江戸温泉物語かな、あるじゃないですか東京にね、あそこが買収して、今良くなってますけど、もう鉱山で出てきたその潮石ってやつですね、潮石をあの生成する工場とかあったとこ全部さら地になって、ね、すごいあの施設だったんです。できた時に僕そこで3番買ってもらったんで納めた覚えがあるんですけども、覚え中に入ってたんですけど、すごいとこでね、もうそれがなくなっちゃったんでね、なかなか難しいですよねそういう産業がね。大平潮石っていう会社でしたけどね、中村さんという方が社長で、本当にこう、もうこの一帯にブランドがあって大きくやってらっしゃったんですけど、ホテルも2つあって、日帰り温泉の施設も心も壊されて更地になってますし、高い方のホテルも、ね、お金かかってるんで綺麗になって、それは今も、ね、使われてる、まあそれ良かったですけどね。目の付けどころはいいんですよね、この南木曽には妻子っていう、まあ木曽路の中でも有数の観光地があるんですけども、まあ、なかなかそこだけでですね客足を止めれないっていうんで、こういう温泉とセットで作ったんですけど、ちょっと離れてますよね。かといってじゃあそんなリゾートホテルがね、江戸時代の施設を見に来た人たちに江戸時代の名残を楽しみに来た人に、ね、リゾートホテルが似合うのかっていうところにね、ちょっと無理はあるとは思いますね。ですが今切り離されたんでいいと思うんですけど、だから、江戸時代の施設に来た人はみんなそれは旅籠に泊まりたいわけでねそんなコンテンポラリーなですね、いいホテルに泊まろうなんて思ってる人少なくてね、昔の名残のね中線道もいっぱいこの辺中線の名残があるわけで、そこをね歩いてくる人がいらっしゃってね、そういう外国人も多いわけですよ。でそういう人たちがじゃあどこに泊まりたいかって言ったら、それはねその江戸時代の情緒の下丸のところに泊まりたいわけでね、その辺のその使い分けが難しいですよね。ドイツのニュルブルクリンクには併設されたすごいホテルがあるわけですけども、周辺にやっぱり民宿みたいなものがいっぱいありますしね、でそういうところで泊まる人もあればキャンプするんですよね。でキャンプで、まあ、あのモーターホームを引っ張ってきてキャンプする人が多いので、そういう施設がやっぱりちゃんと併設されてるっていうところがあの国の素晴らしいところですし、地震がないせいでね古いもの残ってますから、中世のお城が残ってて、それをホテルにね代々の
そこの当主がずっとホテルとしてね、守ってると、そういう由緒正しいホテルもあって、そういうとこいいですよね。でお化け出るんですよね本当出るんですよね。あの僕それは嫌じゃないんで、そういうものがいて当たり前だと思うのでね、夜中になるとね、わーって外で合戦みたいな声で出るしね、あと部屋にね、あの僕の場合には白いシャツ着た捨てていく姿みたいなね、あの小太りのお兄ちゃんが出てきて、ね、ニコニコ笑って僕らの話するところを聞いててね、おーみたいな悪いことをするような幽霊には見えないのでね、そんなことがあってね、怖い人はめちゃくちゃ怖がるんで菰田さんに叱られましたよね。白くさんやめてよその話するの、だって本当だもんって。菰田さんの泊まった方の部屋って夕べがわー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 騒いだって、駐車場側ね、いや何も落としませんよって、こっち側ねってこう下にグーッと崖なんですよね、崖っていうかこう城壁で下に他のあのレストランとか見えてるんです。こっち側ね、もう夜になるとね、わーわーって大勢の人間が騒ぐのよ、聞こえるんだもん、しょうがないじゃんって言うとね、またーとかまたーとか、去年久しぶりにねそこに泊まりましたけど、相変わらずねそこのマダムは元気でしたね。シュロスホテルって言うんですけどね、いやまた泊まりたいな、ね、そんなことをやっぱりこういう街道のね、走るとね感じますね。さあということで、19号線ね合流する手前の信号になりましたね、安全に停止しましたんで今日の動画はここで終わろうと思います。ありがとうございました。